アラに聞いた岸くんの髪型ランキング、イエーイ。ザリガニ、どうもザリガニでーすと言いたいところなんですけど、今深夜の12時半なのでそんなに大きな声が出せませんということで今日はインスタのフォロワーさんのティアラの方々に聞いた、あなたの一番好きな岸くんの髪型は何ですかという質問のランキングを発表していこうと思います。でこれはシリーズ化して、他のメンバーのランキングとか髪型だけじゃなくて、面白いシーンとかかっこいい部分とか、全身の中でどれが一番好きですかとか、いろんなランキングをこれからどんどん動画にしていこうと思います。でもしこういうランキングあったら嬉しいなとか、見たいなってものがあったら、ぜひコメントで教えてください。それではランキング、痛い。それではランキング形式、それではランキング形式なので、下から順番に発表していこうと思います。ぜひ皆さんも好きな髪型を考えながら見てみてください。じゃあまず5位、5位は合計で3つあります。1つ目がこちら、ダダン、モザイク入っちゃってるんですけど、センター分けです。俺もっと人気になるかなと思ったら、意外と他の髪型の方が人気でしたね。俺の中の岸くんの特徴って、可愛いところ天然なところが多いのに、ところどころかっこいいからキュンじゃん。でセンター分けってさ、どっちかっていうとかっこいいイメージがあるから、可愛いとことか天然なとこが好きなんだよねっていう方が非常に多くて、センター分けは意外と5位という結果になりました。続いて同じ5位の人気な髪型、こちらです。どうぞ。お兄ちゃんガチャの時の岸くんです。でこれ調べたら7年前、だから今岸くんが25歳だから18歳の時、可愛くない俺1ヶ月前に岸くんのファンになったから全然知らないんだけど、調べてみたら可愛いのなんのこんな可愛い岸くんが同じ高校にいたらやばくない？モテモテのモテだよね。俺まだこの作品見たことないので、時間見つけて Amazon プライムとかで見てみようかなと思います。続いても同率5位がこちら、ででん、サラストです。サラストってみんな知ってた？インスタの回答のところにサラストって書いてあって、サラスト何？と思ったら、サラサラなストレートヘアの略らしいです。だからイメージとしては翔くんみたいな感じの髪型が近いかな。サラーっとした、今のアイプロミスの PV みたいなクシャッとした感じではなくて、サラーっとした感じがサラストだそうです。俺この髪型見たことなかったんですよ。サラストっていうティアラさんの回答を見て、あ、そんな髪型やってる時あったんだと思ったので、新たな岸くんの姿を見つけちゃったなということでね、夜中ながらに興奮してましたはい、じゃあ続いてが4位です。4位は合計で2つあります。1つ目がこちら、ででん、ツーブロです。で、ツーブロって結構難しくて、例えば回答の中に茶髪が好きだよとか、シンデレラガールの時が好きだよとかあったんだけど、このツーブロに関してはいろんな答えに当てはまるので、ちょっと判断が難しいんですけど、まあ人気としてはね、第4位ということでした。かっこいいもんね。ダンスをしている時にさらっと見えるこの唐揚げじゃなくて、なんだっけ、刈り上げがね、かっこいいんだよ。あ、ちなみにね、髪切ってきました岸くんのアイプロミスの髪型を意識して切ってきましたはい、そんなことはさておき、同率4位、続いてがこちらです。ドドン、全部一番好きな髪型はって聞いたのに全部わかるよはい、続いても同率4位がこちらです。ドドン、デビュー曲のシンデレラガールです。やっぱりデビュー曲って一番頭に残るやん。俺もう1ヶ月前までは岸くんファンじゃなかったんだけど、岸くんといえばシンデレラガールの顔っていうイメージがあったのよ。やっぱデビュー時の2年前ってすごいあのシンデレラガール流行ったじゃないですか。なのでずっとあの感じだったので、個人的に4位に入ってきて嬉しいなと思いましたね。でもなんなら1位になってもよかったなと思ったんですけど、意外とティアラさんの中でも意見が分かれてたので面白かったですね。はい、続いて第3位です。第3位はこちら、ででん、茶髪ですね。岸くん今は黒髪なんだけど、その前は茶髪が多かったので、近距離恋愛の時のカナタ役とか、ここ最近2020年といえば茶髪っていうイメージが強いのかな。本当に自分がまだまだね、岸くんを知らないので、いやそんなことないよ、茶髪の年じゃないよっていう感じだったらごめんなさい、調査不足です。なんか茶髪ってさ、大学生感があってあんまり好きじゃなかったんだけど、岸くん見始めてから茶髪いいなと思ってダメだね、好きな人の趣味って好きになっちゃうよね第3位が茶髪という結果でした。はい、続いて2位に行きたいところなんですけど、その前に1票しか回答がなかったみんなの好きな髪型を発表していこうと思います。それがこちらです。ダダン、皆さんこれ分かりますか？この画像を見て、あ、この時の岸くんだっていうのを思い浮かべましたか？俺ね、分かんなかったもう
知らなさすぎた。もっと勉強します。これがメレンゲの気持ちのテレビに出てた時の伝説の苔色、苔色っていうらしいです。でもなんで伝説の苔色っていうか全然わかんなくて、いろいろ調べたんですけど、苔って調べると痩せたねみたいなコメントがあって、何なんだろう、わかんないなっていう感じです。なのでこの伝説の苔色についてよかったら教えてください。ちょっと見つけられなかったですはい、それでは番外編から戻りまして、堂々の第2位を発表していこうと思います。第2位はね、俺この髪型が第1位だと思ってました。というのも、自分が TikTok で100日後に岸優太さんになる YouTuber として100日間岸優太さんみたいになれるように頑張ってる企画をやってまして、その時に TikTok のフォロワーさん、俺どんな髪型がいいかなっていうのを聞いたら、7割ぐらいの人が宗介、あ、行っちゃった、あ、行っちゃった行っちゃった。そう、ソウスケヘアです。行っちゃったよ。ポーニョポーニョポーニョ、魚の子のポニョの隣にいた刈り上げヘアのソウスケくん、あの髪型の岸くんが堂々の第2位です。行っちゃったよ。これ第1位だと思ったんですけどね。まさかの第2位でした。いや、このね、ポニョ感じゃないわ。ソウスケ感がね、可愛いんだよね。とにかく可愛いの。かっこいいことしてても、岸くん可愛いってなるんですよね。やばい、キモいかもしれない。ただあのソウスケヘアの時の踊ってる時のあの髪の毛の揺れの感じ、わかるかな、これ伝わるかな、あれがかっこいいんだよ。シュンっていう時のここの刈り上げ部分がファって見えると、ファーってなるの。ダメだ、言葉のセンスがね皆さんも多分ソウスケヘアは好きなのかなと思ってます。ということでソウスケヘアが第2位でした。さあ最後、堂々の第1位がこちらです。ドッドン、黒髪短髪でした。イエーイ。いや、これがね、ダントツだったね。2位のソウスケの倍の回答がありました。で、単純にこれ黒髪短髪っていうだけじゃなくて、アイプロミスの髪型とか、先週かな、テレビでやってたベストアーティストの髪型とか、 FNS 歌謡祭の髪型っていう意見もたくさんあったんですけど、とにかく今の髪型の黒髪短髪がダントツでした。いや、これめっちゃ同意。ハゲド、マジハゲドハゲドって塩かな俺1ヶ月前に岸くんファンになって、 YouTube の編集ばっかりしてたから全然テレビ見てなかったんですよ。だから YouTube 上で岸くんの動画を見漁ってて、そしたらふとある日、視聴者さんから、例えば明日ベストアーティストに出るから見ようねって言ってくれた視聴者さんがいて、あ、ついに俺テレビで岸くん見れるんだと思って、初めて見たベストアーティストですよ。そしたら黒髪、なにこれと、印象的にはこう柔らかい感じの茶髪からキュッと決まったコートに黒髪、勝たんしか勝たん、マジでかっこよくない、あれ。ベストアーティスト見た時にもうね、あーって、あーあー、かっけーって、服もいい、表情もいい、目もいい、髪もいい、最高。これは皆さんも1位じゃないかなと思いました。ということで堂々の第1位が黒髪短髪でした。ぜひ皆さんの好きな髪型もコメントとかで教えてくれると嬉しいです。はい、ということで今日はティアラさんに聞いた、岸くんの一番好きな髪型は何ですかランキングをやっていきました。冒頭にもお話しした通り、これはシリーズ化して他のメンバーもやったり、髪型じゃなくて面白いシーンランキングとか、こんな表情が好きだよみたいなランキングもやっていくつもりなので、よかったら他も気になる方チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。楽しいね、こういうランキングねはい、ということで今日のザリガニでした。YouTube 以外にも Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローしてください。ということで今日のザリガニでした。またね、バイバーイ。